今日は支笏湖に来ております。はい、ゆりえね、うん、冬の支笏湖といえば、ひょうたん祭りですか？その通りです。僕らはですね、潜入します。潜入します。はい、ひょうたん祭りの魅力を探ります。はい、今年で44回目を迎える千歳支笏湖ひょうたん祭り。毎年1月下旬から2月下旬に開催され、氷のオブジェによる幻想的な世界で多くの来場客を楽しませています。支笏湖の湖畔に現れる期間限定氷の美術館。開催1週間前、2人はひょうたん祭りの魅力を探るべく制作現場に潜入していたんです。そこには見たこともない景色が。なるほど、ほら、なんかこう秘境に入っていくような感じです。すごい、青っていいね。こう不思議な世界ですよ。結構大きいよこれ。大きい。ひょうたん祭りの知られざる舞台裏。別世界、迫力が。冬の春ってなんかいいね。支笏湖広いね。広いですね。いや、めっちゃ青いわこれ。すごい、空中に浮いてるって感じする。行ったことがない人も、もう行った人も、これを見れば 120% 楽しめるひょうたん祭りエンジョイツアー。